国立西洋美術館、東京で初めて世界文化遺産に登録された美術館です。最初の展示空間、19世紀ホール。開放感のある高い天井からは柔らかい光がホールを照らしています。自然の光が天井や窓から取り込まれているのがこの建築の特徴の一つです。スロープを登るにつれてホールの見え方が変わっていきます。歩いて感じる建築というのがもう一つの特徴です。移動することで空間の広がりや変化を楽しむことができます。2階のバルコニーから覗くと、先ほどとはまた違った趣です。この建物は20世紀を代表する建築家ル・コルビュジエによって設計されました。ル・コルビュジエは近代建築運動という20世紀の代表的な運動の中心にいた人であります。今回ですね、この建物を含む17の建物が世界遺産になっております。近代建築の基礎を築いたル・コルビュジエ、そのアトリエには世界中から若い弟子たちが集まり、新しい建築を学び、そして世界へ広めていきました。その中には日本の建築家たちもいました。国立西洋美術館はル・コルビュジエの図面をもとに、日本の3人の弟子たちが実際の設計を行い完成したのです。ル・コルビュジエの考えてた建築の形が弟子たちの力を得て完成したんですね。ル・コルビュジエは美術館の建築に基本となるコンセプトを持っていました。それは館内を巡る動線に表されています。2階の展示室へは1階のピロティから19世紀ホールに入ってですね、スロープを上がって2階にたどり着きます。19世紀ホールを囲むような形で展示室があります。これはル・コルビュジエが描いた美術館の基本形、無限発展美術館という構想で、コレクションが増えれば外側にどんどん展示室を増築していけるというアイデアです。この無限発展美術館の考えは日本の建築家たちに大きな影響を与え、それぞれの作品に表現されていきました。そして日本の現代建築の基礎となりながら展開していったのです。ル・コルビュジエが設計にあたり描いたデッサンには、広場を囲んで美術館、劇場、企画展示室と大規模な文化ゾーンが描かれていました。ラ・ビルという言葉が書き込まれております。町ということでありますけれども、戦後のですね、復興に対してこの上野の地、美術館の前に広がる広場を中心にしながら、町がですね、復興していくことをル・コルビュジエはこの絵に込めているわけです。戦後焼け野原となった東京、ここから美術館や劇場を中心にして町が無限に発展していくイメージをル・コルビュジエは描いていました。日本の町づくりに生かされた新しい建築の概念、国立西洋美術館は日本の復興の象徴でもあったのです。